そっかじの久保です今日はね朝起きて1時間ほど作業したんですけども今4時20分なんですよちょっとね今うどん作りました早朝うどん冷凍のカトキチのうどん溶かしてでこういう風に盛り付けたんですけどもなかなか美味しそうでしょこうやってねあのー、こういったらあれですけども深夜起きて朝家族が起きるまでなんかこの ザ・ヒトリーワールドを楽しむのが、ね、もう私のね、うーんとこう、なんと言いますか、なくせない時間かなと思ってますね。もちろん家族と一緒に過ごす時間も非常に楽しいんですけども、こうやってね、こっそりね、深夜に夜食を食べるみたいな、まあ、早朝ですんで、朝食かなうん。なんか中学生の頃思い出すなと。うーんなんかね、だからね、 中学生の頃の憧れを今なんかこう過ごしてるようなところは結構ありますね、うん、まあこうやってうどんをねパソコンの画面で食べるとあんまり行儀はよろしくないんですけどもでもこれもですね中学生の頃の憧れと言いますかあの勉強机で夜食を食べるみたいなやつですよねいやでもねちょっと唯一違うのがあの頃は勉強が嫌いだったんですけども今はね知識とか好奇心に触れることって非常になんか面白くって なんかいわゆる勉強っていうのがす、ね、すごく進むんですよねそれこそ中学校の教科書とか高校の教科書ってメルカリとかで売ってるんで、まあ、買ってきてですね読んだりするんですけども今頭にすごく入りますね。ここういういとをみんな言ってたのかとかねあこういう話何々社長が好きだったなとかね。で、えー、歴史とか地理とかに学ぶことって多くて今ウクライナの状況とかもありますけどもなんでウクライナが ああいうね土地になっているのかああいう状況になっているのかってこともやっぱり歴史の積み重ねねなんですよ、ねうん、まあ日本は他国に支配された歴史ってのがまあ GHQ 大東亜戦争直後っていうのがありましたけどもそれまでなかったんでねやっぱこういう民族感覚ってうのは、うん、それぞれの国によって違うんだろうなって感じですよね。 じゃあ、うどん食べましょうか。そろそろ。はい。いただきます。うどんにはやっぱり割り箸ですよね。